天気予報です。先ほど警報は一旦すべて解除されたんですがこの時間また新たに大阪市に大雨警報が発表されています、えー、大阪市内雨足が強まってきました低い土地の浸水に警戒するようにしてくださいではこの後も天気の急変に注意が必要ですが明日の天気をお伝えしますお天気ライオンちゃん、はい、明日は24世紀の一つの立秋暦の上では秋の始まりで 初中未いから残暑未いに切り替わるタイミングでもあるんですが秋らしさはまだ微塵も感じられなさそうです詳しくお伝えしていきます天気の移り変わりです明日も朝から各地で強い日差しが照りつけそうですただ明日は日本海側の地域午前中からにわか雨の可能性がありましてお昼頃になりますと京都府の北部中心に雨が降りそうですまた 昼頃からは山地で雨雲が発達して明日の午後も夕立ちとなるところがありそうですねただ今日ほど広い範囲での夕立ちとはならない見込みで明日は平地というよりも、えー、山沿いの地域が中心の夕立ちとなりそうです降るところではざっと激しく降る恐れもありますでは明日の天気をお伝えします明日も強い日差しが照りつけて 日向を歩くと汗だくになるような、そんな暑さになりそうです。マークにはありませんが、北部や山沿いの地域では、にわか雨にお気をつけください。そして、予想気温です。朝の最低気温、今夜も寝苦しさが続きそうです。二十五度下回るところは少ないでしょう。日中の最高気温も35、三十五・六度くらいのところが多くなりそうです。大阪は明日で一週間連続、そして京都は二週間続けての猛暑日となる見込みです。 体調管理にくれぐれも気をつけてくださいそして天気図をお伝えします明日朝9時の予想天気図ですが南の海上には2つの熱帯低気圧があります今南の海上熱帯低気圧ができやすい状況になっているんですね来週にかけて台風の卵もちょっと発生が心配されるような状況です10日間予報をお伝えします3連休から えー、そのままお盆休みに突入という方もいらっしゃるかもしれませんが来週初めにかけては夏空の広がる日が多いでしょうただ来週半ばのお盆の頃は南部を中心に雨の降る日が多くなる可能性があります台風の情報も含めて最新情報にお気を付けくださいでは最後に明日の洗濯情報です明日にわか雨が心配なのは北部と山沿いの地域ですその他の地域ではおおむね洗濯日和となるでしょう天気予報をお伝えしました